はい、こんにちは、レトスノーです。今日は試験日ですね。まず深呼吸をしましょう。緊張していると思います。不安とプレッシャーで押しつぶされそうになっていると思いますんで、まずは深呼吸をしましょう。そして会場に着いたら、まずお手洗い済ませておいた方がいいと思います。おそらく並んでいると思うんですよ、お手洗い。並んでいると思いますんで、早めにお手洗いは済ませておきましょう。まあ私自身ですね、まあ本試験の時、2回から3回を毎回お手洗い行くんですよ。緊張しちゃうとすぐお手洗い近くなってしまって、行ったんだけども、また行きたくなっちゃうみたいな感じなんですね。なので、まあ1時間前ぐらいに着いて、すぐに行って、30分前ぐらいにまた行って、で、試験が始まる直前、また15分前ぐらいかな、ぐらいにまた行って、という感じで、まあ、2回とか3回とか、私行ってます。まあ、私みたいに何回も行く人ってあんまいないとは思うんですけども、早めにお手洗いは済ませておいていただければと思います。で、試験会場では、まあ、多くの方が、まあ、勉強してると思うんですよ。で、まあ、それに合わせて勉強するのもいいですし、まあ、私はあまり勉強せずに音楽を聴いたりして、まあ、できるだけリラックスを、している感じです。まあ、それも別に過ごし方、どんな感じでもいいので、まあ、あまり周りにとらわれず、周りは周り、自分は自分、みたいな感じで過ごしていただければと思います。で、試験が始まって、わからない問題、絶対に出てきます。まあ、そういった時に、まあ、そこでたくさん時間を使うっていうのは、まあ、避けた方がいいです。もうわからない問題が出てきたら、もう仕方がないと思って、まあ、飛ばしてしまう。で、むしろ、ここでわからない問題、時間をかけたらこれ落ちてしまうぞと。周りの人はわからない問題、おそらく止まってるだろうな。でも、ここで止まってしまったら落ちるんだよな。だから、自分は勇気を持って飛ばそう。みたいな感じで、とりあえず最後まで一通り終わらせましょう。で、その後、もう一回見直しをするといった流れがいいと思います。また、自己採点が後でできるように、自分自身がどの選択肢にマークをしたのか、というところをちゃんとわかるようにしておきましょう。まあ、問題文の隣に大きく丸をするとか、問題文のところに、2とか3とか選択肢の番号を書いておくとかしていただければと思います。また試験中でも焦ったりすることあるんですよね。なので焦った時には深呼吸をして落ち着きましょう。深呼吸すると1秒2秒損するかもしれないですけども、それで落ち着きを取り戻した方がいいと思いますんで、ぜひ焦った時も深呼吸をして取り戻していただければと思います。これまで勉強してきた自分を信じて頑張っていただければと思います。あなたが合格すること応援しております。今年の合格目指して頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。法定教養部分は区分所有者全員の共有の登記を行わなければ第三者に対抗することができない、丸か×かという問題ですね。この問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄の方から問題文をご確認ください。で、答えは×です。そもそも法定共用部分ってどんな部分か理解できていますでしょうか。例えばエレベーターとかエントランスとか階段とかですね、これらは法定共用部分って呼ばれるものなんですけども、登記しないんですね。まあ、登記しないというか登記できないんですよ。つまりもう登記しなかったとしても、これはもう第三者に対抗することがもうできるんですね。一方、法定共用部分と対比する言葉として規約共用部分っていうのがあります。で、規約共用部分っていうのは会議室とかですね。もともと会議室って部屋じゃないですか。部屋なので専有部分なんですが、それを規約によって共用部分に変更することができるんですね。つまり専有部分だけれども会議室にして共用部分にすると。それが規約共用部分っていうんですけども、これについては登記をしないと対抗できませんので注意してください。で、続いて問いに入っていくんですけども、その前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、チャンネル登録の隣にベルのボタンあります。で、これは、押していただくと、私が新しい動画を公開したら、自動で通知が来るような設定なんですね。なので、新しい動画アップした時に新しい情報を見たいという方は、こちらのベルのボタンですね。チャンネル登録の隣のベルのボタンもクリックしていただければと思います。で、続いて問い2ですね。宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。A が案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題ですね。
宅建業者 A っていうのは案内所を設置していますと。で、ここで重要事項説明を行う場合、この案内所の専任の取引士が行わなければならない丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし、重要事項を説明する取引士っていうのは、この専任の取引士でなくても良いです。つまり、それ以外の普通の取引士であったとしても、問題はございません。取引士でありさえすれば、重要事項説明を行うことができます。まあ、基本的な問題なんで、解けるようにしておきましょう。で、個別指導では、普通の取引士と専任の取引士、どう違うのかを解説しています。しっかりね、この辺対比しながら頭に入れておきましょう。で、問い3です。2ヘクタールの用途地域内の土地について、造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である、丸か×かという問題ですね。答えは丸です。つまり、開発許可は不要です。開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で、開発行為っていうのは、主として、建築物の建築または工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことを言います。つまり、建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですね。で、今回、青空駐車場っていうのは、建物を建てませんよね。建物を建てないってことは、開発行為に当たりません。開発行為に当たらないので、開発許可は不要だということになります。今、さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これちゃんと理解しないと解けないと思います。類題が解けない。この問題を解けたとしても、類題が解けないんですよね。だからちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否、まあ必要か不要かを問う問題っていうのは考え方があるんですね。まあ今もさらっとは言ったんですけども、まあもっと細かい流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら開発許可の要否の問題は全て解けます。つまり、開発許可の要否っていうのは得点源になるんですね。なので、絶対解けるようにしていただきたいんですね。で、今回は無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えできないんですけども、個別指導ではこの考え方までお伝えしています。今は試験直前期なので、個別指導の募集を行っていないんですけども、今年の試験が終わった後、すぐにですね、個別指導は開講させていただきますので、来年の試験で絶対合格したいという方は、ぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、この試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に宅建の教材だけ勉強していたとしてもなかなか理解することは難しいです。理解学習をするにはそれぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですがそれをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであればぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。